納税するつもりはございません。今議員人生で最も注目されている塩谷流と申します。せっかくなんで簡単にプロフィールを紹介します。2024年2月に74歳になりました。選挙区は静岡8区です。非常に短期間でしたが、麻生内閣で文部科学大臣を務めたこともあります。まあ前回の衆議院選挙では地元では敗北したんですが、比例で復活しましたよ。まあ巷で言われるゾンビ議員です。ちなみに父親も衆議院議員でしたので、私も世襲議員です。安倍さんの事件後、清和会、いわゆる安倍派の会長代理になりました。会長はあえて置かずに集団指導体制を目指しました。まあ私が座長になったわけですから、安倍派の事実上のトップです。私の下にいわゆる重鎮の5人衆がいる感じですかね。安倍派の他の裏金議員にはどう対処するかって。いやもう派閥は解散したんだから対処は難しいな。裏金は全部政治資金として使ったし、証拠も領収書も何もないけど、いずれにせよ私は